お願いします。相手は初段ですね。まあ、初段と当たるのはやっぱりいつも負けてるからですよね。負けまくってるから相手のまあそのレベルというかね、相手に失礼になっちゃうからあんまり言わない方がいいかもしれませんけど、これさ、これ7六飛車型とかどうなのかな。8五歩ついてきたら、まあたまにはね浮き飛車石田流とかもねいいかなと思うんだけど、ただね石田流ってねちょっとやり方がよくわからないんですよね、正直言って。あ、これ、あ、今7四歩つけばよかったか。7四歩つけばよかったですね。そういうところをねちゃんとね隙ありって時にちゃんと隙をねついていくことができないとダメですね。ここまで来るとね、なんか、浮き飛車にしてもなんか、あんまりなんか、なんかいまいちメリットがないというかね。おぉ。ここでこうやると、これで、金上がるのか。ああ、そうですか。そうですか、そうですか。どうしよう。いやー、わかんないな。これ、角飛び出しても歩打たれる。ここに歩打つようじゃな。でも歩打つか。なんかここに歩打つようじゃ。なんか、しょぼいですよね。ああ、そっちに行くのか。いやー、しょぼいな。なんか。しょぼ。次4五歩とついたら、これ4五歩ついたら、あ、いやでも、まあつくか。あ、でも角出てくる。2分。いや角出てきちゃうんだよね。いやー、まあいったね。桂も跳ねると金が出てくるか。いやー、まあいったな。これこれ7五金、ああ違うか。いやー、わからないな。どうしよう。これ取ると何かあんの。これ取ると、あ、強者走ってくるか。いや参ったね。これどうしよう。これまずいね。これ金出てきて飛車詰みだよね。取るしか。ああ、角の方取ればよかったか。金なんかどうでもいいよね。角取った方がいいですよね。いや、金の方取るのおかしいよな。角取ってっていう将棋ですよね、普通に考えて。あ、コンピューターだったら金の方が価値があるっていうふうに見なすっていうのもあると思いますけど、いやいや、でも大駒持っとかないとね、あんまりその仕事ができないですからね。まあ、基本的に仕事をするのは大駒の役割だったりしますので、1分30秒。これは歩一発打ってみる。まあ取ってみましょうか。桂馬打ってみましょうか。お、ああ、いや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 、もう一回取るか。いやー、まいったね。これどうしたらいいんだろう。金打つと、なんか非常にしょぼい将棋指してる感じがするな。桂馬、あ、桂馬跳ねられないのか。いや、参っちゃったね、これ。どうしよう。どうにもしようないな、これ。角攻めるしかないか。いやー、なんか、すまんねえ、将棋指してるよな。角逃げるんかな。これ、切ってくる手もありそうですね。来て同玉で、そうだね、飛車成りとかでもなんか、あ、桂馬打ちですか。まあそうだな、これも厳しいですよね。なんか、玉が結構不安定というか、これはまあ上に上がっちゃってね。
ただまあ一応今はまだ詰まないですけどね。ただ駒が入ると詰んじゃうかな。飛車打ちですか。どうしよう、やばいなこれ、やばいよこれは。あ、金とか打ったら、いやでもダメだよなこれな。で次銀取っても、なんか あれは4一角もあるけど、4一角2一玉で詰まない。あ、逃げるんだ。逃げるのであれば角打ちが一発入るかな。あ、おそこ逃げんの、嘘、それは詰むでしょ、それは詰んじゃいましたね。ビクトリー、なんかしょぼい将棋指しちゃったな。全然さ、なんか勝っても、ねえ、まあでもまあいいんですけどね、ですね、今日は2021年10月1日です。エスカレーター歩かない全国初の条例、10月1日朝、埼玉県の JR 大宮駅のエスカレーターを見てみると、多くの人が片側を開けて乗っています。開いた片側には駆け上がっている人がいます。他の場所では猛ダッシュする人の姿が。こうした行為、1日から条例違反となったのです。罰則はありませんが、エスカレーターで歩いたり走ったりすることを禁止する条例が全国で初めて施行されました。JR 東日本大宮支社管内では昨年度、バランスを崩して荷物につまずくなど、エスカレーターでの事故が7件ほど発生、危険な思いをしたという声が多く寄せられたことから、新しい条例がスタートしました。しかし1日朝、大宮駅のあるエスカレーターでは、歩いていた人の割合は6割以上に、今後条例の効果は出てくるんでしょうか。ということで、まあ、エスカレーターでは、まあその片側にこう止まって乗って、もう片側を、開けておいて、そこでこう急いでる人がこう歩いて上がっていくみたいなね、まあ、そういう慣習がありますね。その慣習、ただその慣習はエスカレーター本来の、乗り方ではないということで、また事故が起きやすいということで、まあ、埼玉県ではまあ、条例で禁止しましょうということになったわけなんだけれども、ただ、まあ、日本人は法律や条例よりも世間の風潮というか空気によって、動く生き物ですから、条例を作ったとしても、条例には従わないですね、条例に従って、まあ、例えばさ、ちょっと視聴者の皆さんも、じゃあ例えば埼玉県の大宮駅で、自分は条例に従ってるんだからいいだろってことで、このみんながね左側に、寄って止まってるところで、条例に従って右側でドシンと立って、いることができますか？できないでしょ？ね、例えば後ろから歩いて登ってくる人がいた時に、そいつを通せんぼする形になって気まずいでしょ？うん。でも歩いたら条例違反ですよ。うん。例えば自分が右側に、エスカレーターで立ってましたと。で、後ろから条例違反のやつが歩いて登ってきました。で自分の後ろまでやってきました。で自分は条例に従ってずっと立ってることができますか？ずっと立ってることができたらあなた被告民ですよ、日本人的に言うとね、いやいや埼玉県的にはね、条例によって、立ってなきゃいけませんよってことかもしれないけども、あなた条例に従わないでしょ、ねえ、日本人なんだから。条例よりも空気でしょ、空気っていうか、まあ慣習でしょ、慣習というか、飲酒というか、みんな教というか、それでしょね。だから、この埼玉県の条例っていうのは、非常に、まあ、人々の空気に反発するような、まあ、大変非国民な条例だということが言えますね。非常識と言ってもいいかな。まあ、常識というよりも、まあ、別にその、エスカレーター、まあ、エスカレーターがね設置されたのも最近のことでしょうから、まあそのエスカレーターでね片側に固まって乗るっていうのは別に常識というよりもただの飲酒というか、慣例みたいなものでしかないかもしれないけど、ただまあそのそういう習慣的なものに逆らわないっていうのは日本の常識じゃないですか。だから埼玉県の条例は、日本の常識に反してる、
大変非国民な、条例だということが言えると思います。だからさ、罰則は、ありませんってことで、まあ、罰則ないんですよね。だからさ、罰則つけちゃえばいいのにと思うんだけど、罰則をつけて、だから要するにさ、日本人、まあ、埼玉県民も含めてですけども、条例なんかどうでもいいと思ってるんですよ。っていうか日本人は法律とか憲法とかそんなのどうでもいいと思ってますよ、基本的に。普通の日本人はね、だって法律守ろうっていうことよりもみんなと同じにしようっていう行動原理で動くじゃん。だからその法律で禁止ですよとか条例でダメですよって言われてもね、まあ関東大震災の時に朝鮮人が井戸に毒を入れたぞ、みんなでぶちのめせっていう、そういうまあデマが流れたら、よっしゃ自警団結成して朝鮮人殺しちゃうぞってね、いやそれ殺人ですやん、それやっちゃいけないことでしょって言って、みんながやったらやるのが日本人なんですよ。みんなが武器を持ってわーってやったら自分も武器持ってわーってなっちゃうのが日本人なんですよ。それいいとか悪いじゃなくて、それ良くないと思いますよ。私は良くないと思うけど、ただ日本人ってそういう生き物じゃん。でそれが良くないって思うんだったら、そのさ、日本人的な常識めいたものに真っ向から、ぶつかるべきなんですよ。だから罰則をつけるべきですね、これね。罰則をつけずに、エスカレーターで歩いたり走ったりすることを禁止する条例なんか作ったって、要はその条例なんて守らなくてもいいものだっていうことをさ、なんかわざわざその示しちゃってるよね。埼玉県議会としては、なんかその、まあエスカレーターでね、事故が起きてるって聞いたので、じゃあ条例作っちゃいましょうかってことで作ったのかもしれないけど、でも要するに罰則がないことによって、要するにその日本人的な、日本人の常識みたいなものに対して、その、常識にメスを入れないっていうさ、そういう形にしてしまってるわけですよ。だからそれによって、より条例とか法律っていうのはどうでもいいものなんだとっていうさ、そういう文化をさらにさらにさ、強固なものにしてしまってるんじゃないかと思うので、ぜひとも罰則付きで、やってほしいなと思います。ただこれは私がその条例とその日本の常識とかまあっていうその関係性においてそう主張してるだけであって、エスカレーターで走ったり歩いたりすること自体は私はそんなに悪いことだと思ってないんですよ。これちょっとね、視聴者の皆さん誤解、ちょっとね混乱しちゃうかもしれませんけども、まあ、こう罰則をつけて、条例で禁止するべきだっていう主張をするのは、これはエスカレーターの問題じゃなくて、日本人の慣習とかみんなに従ってしまう、そのみんなに合わせちゃうっていうその風潮とこの条例や法律との関係性っていうのは、私は条例、法律、憲法の方が上位に来るべきだと思ってんの。日本人的なその常識だとか、みんなと合わせるだとか、そういうそういう習慣的なものっていうものは、法律の下に屈するべきだと思ってんですよ。法律が上位にあって、法律の下でお前ら勝手に自分で、まあ、慣習なりをね、醸成するのは構わないけども、その慣習的なものとか、その文化とかそういうものは、あくまでもそれは法律の範囲内でであるべきだと思ってる。だから法律の方が強いと。ね。っていうふうに考えてるから、法律が舐められてはいけないと。だからその条例っていうのはね、まあ、一応その地方自治っていうのがまあ憲法でも規定されてますから、まあ、地方で条例作ってもいいわけでしょ？だから、ちょっとさ、条例とか法律とか舐めんじゃねえと。これはね、文句があるならば、この条例は憲法違反なんじゃないかって言って訴えるべきですよ。で、私はそのエスカレーターで走ったり歩いたりすること自体別にそんな悪いとは思いません。なので、エスカレーター問題に関しては、こんな条例で規制するのはおかしいと思いますよ。だって、昨年度さ、事故が7件発生つってもさ、じゃあ何ですか？じゃあ階段ではどうなの？ねえ。JR 東日本大宮支社管内、結構都市部ですよね。で、その階段でさ、転んで怪我する人だってさ、いるでしょ、そりゃ。
ねえ、1年間で7件しか事故起きてないってそんなに危険なんですかっていうさ、そこまで規制するほどのことなんですかっていう感じがするわけですよ。だから私はエスカレーターで、歩いたり走ったりしてもいいと思う。ただそれは良くないことだって言って条例で禁止するんだったら、人々の常識や慣習的なものをケチョンケチョンに潰すべきだと思う。罰則を設けて、そのしっかり取り締まるべきですね。監視員が回って、はい、あなたエスカレーターで走ったね、はい、罰金ってね。みんなやってるじゃない。あ、みんなやってるとか関係ないんで。みんなやっててもみんな全員罰金取りますから。ね。全員やってれば全員から罰金。それが条例。ね。文句あるならば、この条例を廃止するための、廃止するために県議会議員に訴えるなり、あるいは、この条例そのものが違憲だというならば、憲法違反ということで、訴えるなりすればいいの。それはちゃんとそういうふうにね、日本という国の中でそういうふうにする手続きがあるから、それをやりなさいと。でも一応、埼玉県議会で、こういう条例を作ってしまったわけですよ。ね、一応正しいはこうするべきだということで、なので罰金取りますと。はい、罰金起こしなさいと。ね、みんなが違反するならみんなから全部罰金取りますと。みんなと同じことをしてるからいいでしょうなんて、そんなものは許されません。そんな法律ないからね。みんなと同じことをする人は罰しないっていう法律がありますか？ないよね。ないですよ。っていうことね。どうでしょうかね。視聴者の皆さんはどう思うかな。たださ、実際に歩いていた人の割合6割以上なんでしょ。で、今後条例の効果は出てくるんでしょうかって締めてるんだけど、そもそも効果があるかないかって問題じゃないんですよ。これ条例ってのはさ、規範を示してるんですよ。こうしましょうね、ああしましょうねっていうさ、呼びかけじゃなくて条例だからルールなんですよ。つまり規範なんですよ。だから、効果があるからないからとかそういう問題じゃなくて、効果がないんだったら、効果をなくそうとするやつを取り締まるべきでしょ？だってエスカレーターでは歩いたり走っちゃいけませんよっていうルールにしたんだったら、それがさ、条例として禁止って言ったんだったら、じゃあ禁止なんだとか禁じなきゃダメじゃん。そうでしょ？ねえ。だから、条例というルールで決めたにもかかわらず、それを効果があるからとかないからっていう、そういう観点で判断しようとするのはすでにおかしい。だってさ、じゃあ何なん？じゃあ法律で考えたらさ、例えば殺人罪ってありますよね。刑法に規定されてますよね。殺人罪っていうのは、殺人を防ぐ効果があるから殺人罪をやってるっていう、そういう理解なの？え、そうなの？視聴者の皆さんね、殺人罪っていうのがありますけども、殺人罪っていうのは、殺人罪を設けておいた方が、殺人を減らせる効果があるんじゃないかなっていうことで、殺人罪を刑法に書いてますっていうだけのことなの？え、そういう理解なの？それもあるかもしれないけども、私は、一つの規範だと思いますよ。人を殺してはいけないのだと。いけない、ダメなことはダメなんだっていうことをちゃんと明記しておくことによって、これが規範なんですよっていう、その正義っていうものを表そうとしているものとして殺人罪っていうのがあるんじゃないの？だ、もちろんそれによって殺人が減るっていう効果はあるかもしれないけども、ただそれだけが目的じゃないでしょ？ねえ。それともなんかこの条例とかのレベルになってくると、その規範とかそういうんじゃなくて、ただそういうふうにしといた方がいいじゃないっていう、なんか効果を期待するだけのものなの？そのさ、条例の効果云々言うんだったらさ、だったら埼玉県が、なんかさ、桜を雇ってさ、バイト代出して、大宮駅で、その片側のね、こう通路に立つ人をさ、募集したらいいじゃん。私やりますよ、だったら。いかなる時でも絶対に右側のエスカレーターの右側に立ち止まって、
人々がですね歩かないように通せんぼしてくださいっていうさ役割をあのバイト代出してやればいいじゃないですか。で効果抜群ですよ。でその人はお金もらってやるんですよ。たとえね後ろから人が歩いてきたとしても圧力かけられたとしても、いやもううるせえと、俺はどかねえぞってことでずっとグンと立ち続けるわけですよ。それをさ毎日毎日やりまくったらさ習慣変わると思いますよ。だってああやっぱそうなんだ、最近はエスカレーターで立つのも常識になってきてるんだよねみたいな感じで、日本人ってそんなもんじゃないですかね。みんながみんなが、左側に固まってるから僕もそうしとこうであって、最近は右側に立つ人も増えてるよねってなったらさ、ああそうだよね、じゃあ僕もそうしようかなってなるじゃん。効果だけを求めるんだったら条例なんか作る必要なくて、それが一番いいんですよ、うん、だからその辺のさ規範っていうのと効果とか目的っていうのがなんか非常にねじ曲がってるような感じがするんですけどね、うん。まああとねちょっとね別の観点から言うと、あのエスカレーターで、まあ事故が7件発生したなんて言うけども、たった7件の事故で条例作りましょうなんて話になるほど、なんでそこまで神経質になるのかなって、なんか日本全体でなんかさ安心を求めすぎるというかね、ノーリスク神話というかさ、もうとにかくリスクがあることが嫌だっていう、なんかそういう考え方がはびこっちゃって良くないなと思いますね。だってそんなこと言ったらさねえ、だ電車が走ってること自体リスクがあるじゃないですか、うん、お酒に酔っ払ってホームから落ちて死んじゃう人とかも中にはいるでしょ。じゃあそれをさ、そのリスクをさなくすためにお酒禁止するんですかとかさ、そういう話になってくるわけですよ。だからエスカレーターでね、まあつまずくって言ってもです、お前死ぬわけでもないんだしさ、そんな大したリスクじゃないのにさ、そこまで目くじら立ててね、取り締まるというか、まあ、そこまですることのほどじゃないんじゃないかなと思いますけどね。もっとねおおらかになるべきですよ。もっとさリスクどんとこいですよ。ああいいじゃん別に怪我したって、怪我したって病気になったってさいいじゃん別に、んなもん気にしたら生きていけねえよっていうさ、もうちょっと大胆にならないと、日本人全員で縮こまっちゃってもね、本当になんか窮屈な社会というかつまんない世の中になっちゃうなと思いますね、うん、っていう話をしてきましたけれども、なんかここまで聞いて視聴者の皆さんは結局歩き人はエスカレーターで歩くとか走ることについて賛成なの反対なのとかさ、なんかそういう風にさなんか混乱しちゃうでしょうね。賛成とか反対とかそういうことじゃなくて、なんかその私はそのもうちょっとこう根本的な国の在り方というか社会の在り方というか、ちゃんと法律によって統治されるっていう、そういう国が望ましいと思ってるから、エスカレーターで歩くか走るかっていうこと自体はそんなにこだわりはないですね。ただちゃんと条例そして法律憲法ってものが意味をなす、そして力を持つ国であるべきだし、まあ、その法律や条例によって規制するにしても、やっぱりあまりにも神経質でノーリスクを求めすぎるような、社会というのは良くないなと思ったりしてます、ね、ちょっと伝わったかな、どうだろう、視聴者の皆さんに伝わったらいいな、うん。